日本埼玉県埼玉市見沼区、ひざこひざこは、埼玉県埼玉市見沼区の大技。本校では、同地域に、かつて存在した北足だ郡ひざこ村についても記す。郵便番号は337-0021。埼玉市見沼区東端部に位置する。西で、東宮下北で大谷と、肩や、東で、岩月区国した。 カッシワザキと横根、南で、緑区上の田と高畑に隣接する。大胸綾瀬川の右岸、見沼大用水桃園砂岩にあたる。大宮大地の鳩ヶ谷次第がある西側を、埼玉県道百五号埼玉鳩ヶ谷線が通り、古くからの人家が立地するほか、一律家も残る。さらに西側の見沼大用水桃園や、肩や川沿いの低地にはかつて見沼が広がっていたが、 干拓されて、現在は、田んぼや都市公園となっている。東部の綾瀬川沿いの荒廃湿地には、明治初期までは、急流路が、ひざ子沼として広がっていたが、干拓されて、現在は、田んぼとなっている。また、区域区分は、全域が市街化調整区域に属する。最寄り駅は、東部の打線七里駅だが、駅から2トル以上離れている。 駅から東地区まで国際工業の路線バスが運行されているが本数が少ないために公共交通機関の便はあまり良くない。かつては立場をなして栄えたというが現在は街道沿いに古くからの人家などがまばらにあり農地が広がる農業地域である。縄文時代中期の中道遺跡や縄文時代後期で県住用遺跡のひざ子遺跡が存在する。 かつては、江戸期から存在した武蔵国足立軍南武領に、属する膝子村であった。村高は、昇法年間の、武蔵国田園墓では607国余り、元六郷町では696国余り、天保郷町では726国余りであった。スケ号は、日光大成海道大門宿に出役していたが、官方法暦年間は、中仙道大宮宿にも、 大出役していた。火星期の世帯数は93件で、村の規模は、東西8兆余り、南北10兆余りであった。慶安年間には、3つの理事に、治療13国が寄進されていた。綾瀬川には、妙見菓子が設けられていた。当地に残る膝骨塚から。かつて農家の妻が帰京時を生んだが、それが人の膝のように見える肉塊で、 それを塚に埋めたためにこの名がついたと言われている。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は東部の打線七里駅となる。ありがとうございます。